うまい。ペルギーの晩御飯。はい、G さんでございます。今日のメインディッシュを紹介します。酢豚でございます。ピーマンや人参や、なんだこれ、丸い肉、ミンチボールとかいろいろ入っております。はい、そして今日は納豆でございます。この納豆をこの納豆を今日はこのご飯の上に全部かけます。全部かけます。かけましたらこうなってます。そして綺麗に均等にならしまして、ならしましていただきます。この納豆ご飯からいただきます。うまいっすなー。このネバネバがいいんですよね。体にもいいんだよね。まあ納豆はね、好き嫌いあると思うけどね、大半の人が好きじゃないですか。うん、ではね、酢豚いただきます。酢豚、まずこのミンチボールからいただきます。味してますなぁ。この玉ねぎとピーマンと食べます。うん、レンコンも入ってたぞ。うまい。皆さんも納豆好きですか？美味しいですよ。うん、酢豚っていうぐらいだから、これは豚の角煮だろうね、多分。
豚の角煮。うん、多分そうです。うまい。ご飯が熱い。これなんで酢豚って言うんだろうね。別に酸っぱくもないのにね。やっぱ酢も入れるんだろうね、これね。だから酢豚かな。よくわかりません。玉ねぎのね、甘みがね、たまりませんな。どうはたまりませんな。噛み応えはありますな、これは。柔らかくはない。はい。はい。ということでね、今日のメインディッシュは酢豚ということでね、お送りしました。また次の動画でお会いしましょう。バイ。ダー